皆さんこんにちは。本日はこちらのビタミンカラーの夏らしいネイルを作ってみたいと思います。本日使用するカラーはこちらです。セリアジェルのホワイトとピンクとスカーレットとマスタードを使っていきます。それでは始めていきたいと思います。ではまずはじめにこちら真ん中のデザインを作っていきたいと思います。ではベースにホワイトを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、ではパレットを用意します。こちらのデザインに使われているのが3色になります。ピンクとオレンジと黄色を使います。ではパレットにお色を出します。ピンク、オレンジはスカーレットとマスタードを混ぜます。次にマスタードをのせます。はい、ではオレンジを作っていきたいと思います。使う筆はこういった平筆を使って混ぜていきます。では塗っていきたいと思います。では平筆を使ってまず薄色からのせていきます。一回筆を拭き取って次にオレンジをのせます。筆を拭き取って次にピンクをのせます。はい、ではライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。2度塗り目は、濃くしたいところにちょっとのせていきます。全体じゃなくて大丈夫です。ではこんな感じでライトに入れます。はい、では次にこちらのラメを使っていきます。使用するカラーはこちらのホワイトを使います。ではベース&トップコートをパレットにのせて、こちら筆を使ってラメを混ぜます。ではこちらのラメをのせます。
はい、ではライトに入れます。はい、では次にチェーンを乗せていきます。はい、では乗せていきます。はい、では余分な部分をカットします。ではベース&トップコートを塗ります。ではこちらの先ほど切ったチェーンをつけます。はい、では次にのせるのがこちらの、こちらもセリアから売られている羽とリーフのスタッツです。こちらをのせていきたいと思います。はい、ではこちらをのせていきます。大きいパーツはちょっと流れやすいので気をつけながらライトに入れます。はい、こちらをライトに入れます。はい、ではベース&トップコートで仕上げます。ライトに入れます。はい、こちらで中指のデザインの完成です。では次に親指のデザインを作ってみたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。親指と小指はパーツが違うだけで工程は一緒です。ではまずはじめにホワイトをのせます。ホワイトはカラーをのせたい部分だけのせます。はい、ライトに入れます。はい、では先ほど使ったパレットのお色を使っていきます。色からのせていきます。で、筆を拭き取ってオレンジをのせます。筆を拭き取ってピンクをのせます。では一旦ライトに入れます。はい、では濃くしたいところにもう一度色を足していきます。
い、ではライトに入れます。はい、では次にラメをのせます。はい、ライトに入れます。はい、次にパーツをのせていきます。ではベース&トップコートをのせます。この上にまずはじめにこちら丸カンのパーツです。この中にクリアストーンを入れます。では先ほど使ったこちらのリーフ型をのせます。丸いパーツを乗せます。はい、ではライトに入れます。はい、ではこちらをベース&トップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで親指のアートの完成です。それでは次に人差し指と薬指のデザインを作っていきたいと思います。はい、では混ぜていきます。こちらの色を塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではもう一度塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではパーツを乗せていきます。ではベース&トップコートを塗ります。では丸カンとこちらターコイズのストーンとリーフのパーツを乗せます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、ではベース&トップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで人差し指と薬指のデザインの完成です。はい、こちらでセリアジェルで作る夏らしいビタミンカラーのネイルデザインの完成です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。